レムナントの皆さんは今日から少しずつ朝余裕のある時間を持ってください。大体皆様が朝起きる時間というのがあると思います。もちろんそういうき時間が決められていない人。 もういいいるるととと思思まますすがほとんどは決められていると思いますその時間よりかは少し早く起きるっていうことです。私はあまりアラームは意味がありません。朝もう目覚めた瞬間から祈りに入ります。昨日は人たちと食事を終えた後に少しテレビを見ました。 で、そのままソファで寝てしまいました、少し睡眠時間が足りなくて、そして目覚めた瞬間、目を開けたら深夜の2時でした、その2時から今まで寝ていません、まあ、あんまり寝る必要がなかったからです。メッセージの準備をしながら、祈りながら運動もしたということです。 朝の祈りというのは一日の皆さんを活す力のあるそのような状態にさせるくらいにならなければなりません。 でも朝もう焦ってまたギリギリでもう遅刻寸前そのような状態だと一日が崩れますなので一行決めまた本当に実際的に皆さんが昨日お話のメッセージも実際的に皆さんがやっていかなければならないお話をしていきたいと思いますでは聖書にだけある世の中の癒しについてお話しします

で少し皆さんがこれからも皆さんも考えていただきたいんですが3団体がすべて掌握している部分を私たちもこれから攻略していきたいと思っていますなので私たちも24時その私自身も24時祈っていますだいたいいろいろなパートのこういう人を使うべきだということは決まってるんですが祈っていますまだまだレントる人 정말로 237 다민족의 레무난트를 움직일 수 있도록 5천 종족에 연결될 만큼 할수 있는 사람. 실제로 5 0 0족의 사람들과 繋가れるような人. 한국에 와 있는 다민족이 큰 나라 문화를 갖고 와서 우리에게 수증 받을 수 있을 만큼 아니면 우리를 가르쳐 주거나 도움을 교류할 수 있을 만큼의 할수 있는 韓国に既に来ている多民族の中で彼らの文化を私たちに教えてくれたりまたはその文化を再創造私たちが修正できるほどのそのような恐竜ができる人たちを探していますなので今年は本当に重要なそのような年になっていくと思います そして237の国々に実際的な癒しをどうするべきかっていうこれらを担当できる人たちを今祈っていますまた実際的に今237の教会運動がうまくいっていません なのでこの運動ができる人を見つけようとしています。なので大体まとめて3つのチームを作ろうと思っています。今は大体皆様がただまあ簡単に言えばよくついてきてくだされば良いと思います。土台作りはできているのでなので更新することができないと皆さん老人になってしまいます。でも年があるとしても更新できる方であるならば青年です。 어른들은 그렇게 하려고 합니다. 신하군도 237로 들어와서 그팀원이와가 같이 집중을 하자. で皆さんも祈っていただきたいんですが例えば殿堂新学院も237のところに入ってきてそのチームと一緒に訓練を受けていこうなぜならこの聖書の中にだけある世の中の癒しを実際的に見せるため聖書を見てそれを見つけてもこれを実際的にやらせるためでありますそして世界中のレブなんとか今実際的に勉強するのが大変だっていうのは実際問題ではありませんか

そこで可能な限り青少年のパートはそんなに彼らの時間を費やすことなく本当に私と一緒にチームになって実際的な祈りができるようにしていこうっていうふうに考えていますなのでそういう意味を兼ねてこのような237の今建物も準備しています新しい訓練の時代が来るのではないかっていうふうに思っています。 それじゃあ私たちはその理由について知らなければなりませんじゃあ一体何を行っていたから世の中を癒す癒しになったのかその内容について知らなければなりません そして実際的にそれを行える方法を知らなければなりません。理由が分かった、そして内容が分かったなら、これからは実際的にできる方法というものを知らなければなりません。なので、本日、指導者の方々はよく聞かなければなりません。ななぜら皆様が指導していかなければなりませんので。 これを分かりませんと意味なく何かが繰り返されていくんですがもちろん聖書的な部分で繰り返しても刻印されるかもしれませんがじゃあ指導者の方はよく聞いていただきたいと思いますではこちらの理由についても証拠があるんですがレムナント7人レムナント7人は何をしたからどうして時代を癒すことができたのでしょうか どれほどかパローの前に行きました。そして答えを提示しました。そしてその前には行かなかったけれども、影響を及ぼしました。ペリシテの王に、そしてアラムの王に影響を及ぼしました。直接その王の前に立たないとしても、行かなかったとしても影響を及ぼせる、そのような答えを持たなければなりません。 エッセルをはじめバビルの捕虜になったそのような青年たちは王の前に行きましたつまり彼らは何かを持っていたダニエルは王の前に立つどころか4人の王を動かした人であります素晴らしい人です。 じゃあ一体彼らは何をしたからなんでしょうか競争したとか実力によってそうなったわけではありません。彼らは時代を癒しましまたなので本当にもう見事なことです。神様から与えられたものであります。 そしてレムナと7人はそれだけをしたわけではありません。絶対他の人にはできない霊的癒しをしました。各国々の偉大なる神殿今も存在しますものすごい偶像そこから出てくる文化。 なので彼らは霊的癒しを行いました。実際、パウロも霊的癒しを行ったのです。なのでこれを癒したので時代というのは続いて癒されるしかありません。では、もっと大きな部分は他の人はできない聖書だけにある癒しがあるということです。3番です。精神癒し精神癒し。うつ病だとか。 躁う,う相打つ病べてそれらは足の指先の問題ではないので精神問題です医学的に専門的にいろいろな分野でその専門用語もあるかもしれませんがトータルしてこれらは精神病でありますましてやこの悪霊まで見えてしまうような統合失調症だとか全然不安 またこのように不安じゃないのに不安があってしまうようなこと一人で不安になるパニック障害ですそして精神分裂にまで至ってしまうっていうことでありますじゃあこういう部分を癒したってい,いうことです素晴らしい運動ですでは理由からまず見ていきたいと思いますイのいレムンに はんんで,では、レムナント室に何をもってこれらを行えたのかということですミザーははと身分と権威がワンネスを成し遂げました。 なのでこの霊的癒しを行えるしかありませんミザの力が私のものになっているそうです神の子供となった身分これは私のものですそして神様から与えられた権威これが私のものです権威があるから霊的癒しを行うことができます ではミザと身分と権威これがワンネスを成し遂げたとは何をしたかこれを私たちが使用使わなければなりません自分にこれがあるのかそれも使うこともなくなので未信者より欠けてしまうようになるのです未信者は一般 一本道です。滅びる一本道。でも皆さんは滅びる人ではないのに滅びの道に行くから、だから混乱になってしまうのです。 例えば泥棒はもう最初から万引きをしたり泥棒をすればいいんですが皆さんは泥棒じゃないのに泥棒もしたり新婚生活もしたりするからいろいろと混沌してしまうのですじゃあいろいろと私は今総合的にお話をしているのでじゃあミザっていうのは。 ミザは再創造の祝福です。ミザの力が望まれることによって再創造の力が与えられるからです。なので、霊的癒し、この精神癒しができるわけです。例えば、これらが漠然と聞こえたりすると、どういう意味かわからなくなってしまいます。 보좌는 어마어마한 일 가운데 가장 또큰 하나가요. 사이소저의 식극과리, 맞미자의 식극っていうのは 천사들을 움직이사 영적인 일을 이루신다 미츠카이 です. 주가 미츠카이를 사용해서 영적인 일타라행하는 것입니다. 보좌의 이 능력은 재창조의 능력과 동시에 하나님이 방법이 ミザの祝福は再創造の祝福があり、見つかりの祝福があるんですが、実は神が私たちを通してやっているように見えるんですが、目に見えない見つかりを使わせていろいろな霊的な働きをされます。じゃあこれを使っていくということは、どのように使っていくかということです。それは私の身分、私の身分をもってこれを使っていきます。 身分っていうのは神の子供であるわけですから当然ながらこれらを味わうべきです問題が生じた時には果たしてこれが問題か先ほども誰かが言ったように<れ>本当にそれが問題でですすかっていうことです<れ>ただ自分にそ,そ,のそういうものが置かれてるだけであります 例えばご両親が亡くなったとしてもそれはまあ冷静に考えた時にいつかは亡くなるのですなのでそういう事件一つ一つは大きなものが含まれてありますでほとんどの人々が大半問題じゃないものを問題視しています本当の問題はそれこそ祝福ですなぜなら本当の問題だから答えがあるで皆さんは まどのように考えているか分かりませんが、もう問題じゃないものを問題視すると答えはありません。なので、だからあ何も答えられていないんじゃないかっていうふうに考えてしまうのです。この身分っていうのは神の、神の力を集める神の力を集める奥義があります。これを指して祈りと言います。

焦ってしまったり、祈っていなかったりしますと、ミシンジャーより欠けてしまいます。私は皆さんよりかは人生を長く生きました。なので、見言葉だけを握って何十年も生きてきたのです。だから皆さん騙されないことです。勉強はできてもできなくても全然問題ありません。どこの位置でやるか、何をやるかが重要です。そうだと思いませんか自分の分野でもないのに、どうせそこにオールインしたって何の意味があるのでしょうか 素晴らしい大学に入ったとしても自分の行くべき道じゃなかっただからせっかく就職したって全く大変集める奥義そしてもう一つは送る奥義これが身分ですこれは何か祈りっていいことですななそしてもう一つあります 権威。ですミザに関する祝福は信じる部分なんですが、身分っていうのは味わうものです。で味わって使うものです。身分、事実ですから、ミザは,は,は信じること。で,で、ミザは信じる。そして身分は味わうこと。味わうそして権威は権威はそれこそ使うことです。 ここれを十分に用用いいてください使すすることですどのように使うのか時空を超越するキリストの権威ある皆権威ある皆によって使う時空を超越する現場に対して皆さんこれを信じていますかこれが信じられないから3つの団体に負けてしまうのです。 3つの団体はこの目に見えないネフィルムの運動で気候の運動をしています。 そしてある意味このように彼らは携帯なしで軸を超越して悪霊の力で韓国でアメリカで疎通をしていますパナマの選挙士から聞きましたがパナマはこの気候の運動がどれほど大きいかといいますと気,気を使ってですねそして多くの人々を殺せるほどの勢いがある。 で、パナマの原住民の人たちが住んでいるところは、ほとんどの選挙者は入れないんですが、私たちの選挙者が入っているんですが、最初は本当にもう気が本当に混沌するくらいだったそうです。十分に暗闇の勢力を打ち壊すことができます。この権威は用いることです。使用することです。なので、すっごく重要なお話です。時空。時空を超越する権威を 用いることですダビ,だ、ね、ダビデを見ますとやっぱり素晴らしいなと思っています。主よ私はあなたを愛しています。私の力となる主よ私はあなたを愛しています。そのように告白しました。私は私の羊飼い、私は何も乏しくありません。問題が来ている状態だったが、彼は私は乏しくないと言いました。問題はありました、ダビデに。でも本当にそれが問題なのか。 悪霊に取りつかれたサウルがやるしかなかったことであってそれは問題じゃないっていいことですミシンタたちが勢いよく巨大な何かを持ってやりだすことがそれは彼らがあがいてもがいているだけですなのでレムナントの皆さんも騙されてはいけません外に出て誰かが大声を発したらそれは彼らのうめき声だと思ってください ダビデはじゃあこれだけをやったわけじゃありません。ええダ,ビダビデには偉大なるメッセージも出しました。能力いの主の皆を褒めたたえよ、力のあるミツカイたちよというふうに言いました。これは偉大なる命令です。命令。ミツカイたちに対して私たちに来てくださいというふうに言う必要はありません。 主の御心を成し遂げる軍勢よ、主の皆を褒めたたえようっていうふうに命令したのです。なので王になる前にダビデは偉大なる祝福を味わっていました。では皆様いかがでしょうか。 ミザを信じて身分を味わって権威を使えるようになったらどんな生活を送れるようになるのかその内容を見ていきます。本論です。一番。サタンの力を打ち壊すことができるということです。じゃあサタンの力を打ち壊せるんですが、ここでまた集中すべき部分があります。時空を超越する霊的伝染病。 実はコロナというのはそのうちワクチンも生まれたりして癒せばいいんですがこのサタンの伝染病というのはこれは伝染病でこれは止められないという部分でありますでこの特徴は軸を超越しているということですで彼らは隠れた戦略を使っています 人間すべてが私中心であるということを分かっているサタンはすべてそこ,をそこをついてきますそして人々を罠に陥れるで、あなたは神を信じる必要はないあなたが神のようになればいいんだっていうふうにこう囁くわけですこのように人々を騙しています3つの団体アメリカの3団体はそう教え込んでいます宗教なんて持つ必要はじゃないあなたが大事だそれが説得力あるように聞こえるんですがサタンの ささやきですこうやって人々を罠に陥れていますあなたが成功を願っているのか成功できるいくらでもできるというふうにいい言葉を話しますこれのシブルジャンシのいサダに能力いんだよ そこで第一コリント11章14節にてこの見つかりは力のある見つかりなんですが光の天使っていうふうに表現していますそれくらい表現してるんですがじゃあこれだけじゃありません今度は隠れた戦略の次にこれ,これから現れる戦略も現れる戦略も使います隠したりある時は現れたりどんな戦略でしょうかものすごい作品を作り出すのです 偉大なる偶像を作り出していきます神殿を作ります,りますそれがその時131619でそれがパウルが見つけ出したことであります人間をよく見ると私のことしか考えていませんなのでそれを活用してそこをついてきますサタンが。 そしてサタンは目標を持っていますサタンの目標は何か人間は到底ダメだそんな存在だということを植え付けるのですそうですそう思っていると到底うまくいきません根本적으로マギじゃね 根本的に悪魔の子供なんです。だからどこに引きずられますか私自身がどこに引きずられてるかもわからない。霊的に暗闇悪魔に、サタンに引きずられているんですが、勉強ができても しかも実際的に私の霊的状態はどうか霊的状態はとても大変なんですだから少し少しずつ問題が生じる精神病も現れたりいろんな問題が生じてくるのですなんと知ってみるとその背景が地獄であった地獄に落ちる前に地獄の人生を生きていくのですそんな中で皆様は生まれたのです 親がそれをわざとしたのではなく知らなかったためそして霊的遺産をまた子どもたちに受け付け合わせてしまいますだから実は私のものは何一つない全てサタンの6つのものを持っているわけですじゃあこれらを皆様が知らなければなりませんでは皆さんこれからは簡単です皆さん私から離れることです私のことから離れることです すぐに見働きが起きるはずですじゃあレムナと7人の告白を聞いてみましょうじゃあ2人の人だけを例に挙げますパロの前に立った時です 私は夢を解き明かすことはできません。王はショッキングでした。夢を解き明かす者がいるとして連れてきたのにそれができない。それでヨセフはなんと立派なことを話したのか。主が王を愛しておられるために主が解き明かすはずです。主が私と共におられますからっていうふうに告白しました。 여러분, 난 옛날 불신자로갈때뭐 다른 얘기 안 하면 서로 다른 얘기하면 항상 그 혼란스럽게 만들어요. 막 바로 얘기해둬. 제가 미신자에 왔다더니, 이런저런을 도망치며 하지 세요 스트레이트로만 성서의 이야기를 했습니다 私はもう焦れば焦るほどストレートに言います。それは音私は何か神秘主義ではありません。正直に神が「行きなさい」と言ってから来たわけなのでそうすると相手はショックを受けて「本当に?」っていうことで「そうです。主が行きなさい」と言ったので来ました。それで私はすぐに未信者の6つの状態をお話しします相手はショックを受けます。 そうです。っていうことで、どうしたらいいんでしょうかと言います。だから神様はどうする道もないので、キリストを与えてくださいました。それが旧約聖書、旧約です。で、キリストは来られました。その証拠があります。それが新約聖書です。 手首との働きは確実な証拠がありますそれを相手が信じる信じる信じないとしても関係ありません教会に行ったらどうのこうの人がどうのこうのということは一切いらない言葉ですなぜなら自分が私のものだと思ってきたことそれ実は全部サタンのものなんです レムナと7人のうち特にダビデをご覧ください,いダビデも偉大なる人ではなかったでしょうか主は私の羊飼いと告白しました,たなぜなら自分が羊飼いをしていたからです主は私が私の拠り所と言いましたなぜなら彼は軍人であったからですなンペイミ主は私の盾大盾だと言いましたそう,そうですそして何と言ったでしょうか 主は私の王ですと言いました。マトに正しい悟りですそれは暗闇の勢力が打ち砕かれる告白です。軸を超越する見働きが起きるっていいことです。 正確な福音がこう述べ続けられていきますとこれは軸を超越して広まっていきますなので誠に誠に祈っていかなければなりません本当に更新してください昔のものを全部捨ててください私の,この従来の,このメンバーたちがなかなか捨てられずにいます伝道進学院も集中訓練に変えるその 間に本当に何年もかかりましたいうことを理解できずある長老はもどかしくなったんでしょうか電話を入れてくださいました。 その先生のお話はこうです。進学院に私たちのところは誰一人にないのに幹事さんがいたり担当者がいたりしてこれ一緒に集中一緒にやればできませんかということそういう形で集中訓練に変えるまで23年もかかりました。 兄さんなら中心に行きましょうっていうふうに私がこのよう,いうに話しているんですがこれも何年かかると思います。後に皆さんが気づくでしょう、どれほど大切な人であるかを。また神様が完璧に私たちを導かれているってことを分かるようになるでしょう。今 本当にこれから237多民族レムナントを生かせるために、墓会者やレムナントやそのような本当に指導者たちが必要です。皆様もぜひお祈りをしていただきたいと思います。では、本論2番です。でですじゃあ、一気に全てを取り消す方法があります。2番。2> ネネ福音の力であります。ウっくりが金正恩をするの 私たちがなぜ北朝鮮の金正恩のことを気にしなければなりませんか花花そこれは一つしかありません。花花金正恩が気が狂ってしまって核兵器を飛ばしてしまったらみんな殺されてしまうのです。花花この福音の力はクライミの勢力を一気に倒す霊的学校。 核爆弾より核兵器より強いものです。じゃ、ここで注意すべきことがあります。じゃあ、神様が癒しの力を注ぐ、そのポイントの部分があります。神様が癒しの力を一気に注ぐ、そこにはポイントがあります。ポイント。 なので創世記からモーセンの後生に至って続けて続けて語るのが血です。血の契約。血、血の契約。サタンが恐れるのはこの血のほかはありません。なのでこの契約でここに対してになるべきです。 でこれを刻印で体質を下ろせばいいんですがいろいろと方法更新できずにいるので全部持っていながら逃しているってことであります。また女の子孫が蛇の頭を踏み砕くとも言っています。 血を塗った日解放されるこの意味は全く未信者を理解できませんでも問題は皆様まだ理解していないということが問題ですただ私は知っているっていうふうに済ましている部分が問題ですそうではありません本当に悟らなければなりません暗闇の勢力とサタンは絶対この血の契約の他は逃げないっていうことを覚えてくださいキリストっていうその皆の前には本当に震えますそれを知らなければなりませんでこれを本当に持って味わって です私のものにならなければなりませんそうするともうゲームオーバーですべてですこれで人は人を救い出すことはできませんですから処女が身ごもって子をその名をインマヌエルとすると言いました偉大なる契約です処女,女が子供を産めるんですかっていう何もない状態でアダムとエヴァは産まれました

あなたは生きる神の御子キリストです悪魔に取りつかれたこのパリサイ人はキリストの話を言うなと言いましたいま <laughs> だに同じ教会の人たちでも私たちが続けて福音を伝えるとすごく私たちを憎たらしいと思っていますタラッパンは嫌だっていうふうに言っています <laughs> リュウ・アンス牧師本当にもう顔を見たくもないっていうふうに理由なく嫌いだっていうふうに言ってる人とたくさんいます不思議で。 ででははありませんがそれは霊的な部分ですパリサイ人は理由もなくイエス様を信じる人たちを本当に嫌いました、間違ったことを何もしていないのに、それで彼らも知らないうちに口から出てしまった言葉があります。キリストを話すなっていうこと、自分たちも知らないうちに出てきてしまった言葉です。その時。 天下にこの救いの名はキリストのほかは与えられていないということをその時に話したのですステファノが福音を伝えたら自分たちも知らないうちに歯ぎしりをしながら石を取ってステファノを撃ち殺してしまったのです皆さんが本当に歯ぎしりどうでしょうか それを本当に悪にもう本当にもう歯,歯,歯ぎしりをするっていうのはなかなかの状態ではそれはできないものでありますサタンはキリストだけを恐れます 罪と呪い、災いっていうのは血の契約でなければ癒すことまたありません。神の方法です。でしてこれが明確にレムナントの中に刻印されるべきです。続けて続けて語りました。理解してくれないので何度も言いました。それが3つの祭りです。じゃあ祭りだけでしょうか。3つの祭り、皆さんご存知だと思います。 御純節や杉越祭や狩りを通してこの祭りの内容がですね皆さんに刻印されてその中で勉強していただきたいと思いますしかも安息日は何もやらないで礼拝だけやりなさいでもユダヤ人は逆さまに解釈しました このユダヤ人は逆さまに解釈したんですが日曜日本当に礼拝に御言葉と福音の力で集中しますと刻印で体質が変わるっていう問題が解決するっていうことでありますじゃあそれだけなんでしょうか毎日先週の日曜の講談です朝ごとに全所の生贄にえを夕ごとに全所の生贄にえを小羊をまた 捧げていましたじゃあそれだけじゃありません。そして安息の年、ヨベルの年、どういう意味なんでしょうか。イス,イ,イ,イスラエルの民族は昼ごとに夜ごとにもう礼拝ばっかり、また,また献金の書類もたくさんありま,ありました。礼拝を捧げるために生贄を捧げていたので。 そんなユダヤ人は全世界の知政を掌握しました献金をした民族でそして世界の経済を掌握しましたいかがでしょうかレムダントの皆様が序論でその理由を分かりこの内容を分かればこれがつながっていくと思いますでは次に行きたいと思います幕 幕屋に集まるから会見の天幕になるわけです。でそこで寝たらそこがまた天幕になるし家に帰ってまた幕屋に向かって祈るならそれもまた天幕です。じゃ幕屋会見の天幕そして天幕核兵器のような力そのすべてのどんなものが塞ごうとしても福音の力を塞ぐことはできませんでした。 7つの時代によって、この民族を攻撃したが、しか食員を止めることはできませんでした。 2000年間流浪の民族になってさまよい続けましたが福音は止められませんでしたなおさらその中にいた福音を持ってる人たちは党の奥義10個の奥義昨日から言った独立から神の計画絶対計画までの内容を見つけ出しましたどこにいても独立することができるどういうことでしょうかまた未信者が全く見ることのできない霊的事実 人々が思っているところに答えがあるわけではない。なので、逆さまのところにある逆発想。皆さんを殺されません。皆さんによって他の人たちが生かされることです。シナジー効果です。その銃の奥義を見つけることができるということです。じゃあ、暗闇だけが打ち砕かれるだけではありません。 一気に下すことのできる、打ち下すことのできる、ミザの力。実は、暗闇を打ち下くために与えられたものなんですが、暗闇を打ち下くだけが神の目的ではありません。神様はサタン、サタンを打ち下くことにこれが使われますが、本当の力はこの生かすことであります。生かすことなので、ミザの力。 じゃあここで祈りの力が生まれてきます。どういうことでしょうかそれはミザと身分と権威。でこれを朝から皆さんやってください。朝5分でも結構ですから。レムナの時にこの朝起きてそのミザと身分と権威を味わうこと。これ一度の内容が刻印されるのです。 でなぜレムなんとか子供の時にやるのは一回でも刻印される大人になって年取った後はもうできないのです難しい世界青少年大会でこのメッセージを聞いてなるほど「アーメンって言ってるそこに主の答えがあるわけです神様は皆様が本当に弱いってことを分かっていますだがサタンもすごく分かっていますけれど皆さんに触れてくるサタンでも実際的には皆さんを倒すことはできませんじゃあ祈りの力 身座と身分と権威これらのワンネスを成し遂げることが祈りでありますある日その3つのワンネスが24時25時永遠になっていきますこれが世界を生かしていくことになるのですである日こうなりますと実はですね私自身も担いきれないほどの偉大なる力が出てくるわけです 私も伝道師の頃青少年の頃担当していたんですが次から次へと答えられて本当に答えばっかりでしたなのでたくさんの祝福が来るから人間主義をやってる人たちもいたのでその人たちが逆に問題になったわけであって私は答えの連続だったので30年間そういうことばっかりでした答えが重要じゃないのに答えばっかり求めてる人たちがいるからそれがやっぱりいろいろと 問題。けれどもけれども私たちには皆さんのような方々がいらっしゃるので今日に至りましたでイ・ザンベイ牧先生にも尋ねてみてくださいおかしい答えばっかり求めた人はみんなもう逃げ去っていません、ね、じゃあ祈りの力とはミザの力ですではこのあとどうなっていくでしょうか

そうすると、この答えが皆さんには与えられるでしょう。正確な御言葉が来る。それが CVDIP です。CVDIP は正確な御言葉と一致している状態です。なので、CVDIP が明確だっていうのは正確な御言葉である。CVDIP と御言葉が合わないのは、これは正確な CVDIP じゃありません。この D の部分、ドリームは24時になるものがドリームであるわけで。で、それは神様から与えられるビジョンから来た。じゃあそのビジョンはどこから 神から与えられる契約から。かららからそしてそれはどこに向かうのか。24時、25時、永遠に向かうイメージに向かいます。そして最終的には世界福音家の作品が出てくる。これが正確な御言葉です。今、レムナントの時期に正確な、例えば答えなくて結構です。今は正確なこの御言葉を握るべきです。じゃあ、 こうなると、次に同じようなものが見えてくる。同じものが見えるっていう意味は何か聖書に記録されたその内容の背景が、流れが、そして未来が、今と同じだっていうことが見えてこなければなりません。聖書、それエジプトの話じゃありませんかっていうふうに思いますと、違います。 エジプトの話で終わりっていうふうに思わずにエジプトの話エジプトを捉えていたサタンがイスラエルを奴隷にしたサタンが今も働いているってことを見ることですその同じを見ることですそして次ですこの見言葉に集中 集中です間違ったことに集中してはいけません。見言葉ばに集中。この集中が刻印で体質になるっていいことです。特に今、中高校、大学部を担当している先生方は忘れちゃいけません。正確じゃない見言葉ばをいつまでも握って、そこに集中しているなら、それは全く時間の無駄遣いをしているのです。 CVDIP と一致しているのか、その当時の背景と流れと未来が今と同じで、それが同じように見えるのかということを確認してください。福音が消えるたびに災いが降りかかってきました。今がそんな時代であるということが同じように見えなければなりません。じゃあ、この時、出てくることがあります。これでおしまいではありません。次に出てくることがあります。 それは永遠な力、永遠な力とつながる、これがミザとつながります。ミザの祝福は永遠なものです、あったりなかったりっていう消えるものではありません。なので地獄の権威を打ち破ることができて、そして神の国が望まれるっていう意味がこれでわかるのです。じゃああん じゃあそれでは皆さん結論に至りまして実際的なセッティングをしていきましょうをはせよ3つのことを行っていただきたいと思います,いいす昨日もお話ししましたミザの力がマクトの力です すべてを物事を見るとき集中するときは私の考えではなく神の考え神の,神の考えですで立場的に簡単に言うとあ神様だったらこれについてどう思われるんだろうかっていうふうに。 そして、御言葉ばにはどう書かれてあるんだろうかというふうに思うこと、ね、これ自体で霊的に勝利します。しゃうそうすると、本当に神様が皆さんのために備えてくださったことが見えてくるようになります。一番、考え、私の考えではなく、神の考え。え そして2番、心です。対話と書きました。神様との対話です。神様と皆さんが対話をするとき、心と心で対話を。そしてそうすると神様を皆さんの両親に答えを与えてください。それを握ってください。すると、これは脳に刻印されます。 これはとっても重要な皆様の脳にこれらが刻印されるんですがこれで集中。 考えは神様の御言葉をもって考える。心は神様と対話脳は集中じゃあ、そして昨日お話ししましたものをまた整理しています。こうすると、これは魂の中に入り込んでいきます。すべてのことは魂の中に入っていくしかありません。 魂の中に入っていくんですが、ここに本当の答えが、本当の答えが来るようになります。じゃあ、どんな答えでしょうかこの答えは、ミザ。ミザとつながります。 なので昨日もお話ししたというようにこのような承認答えがあるので答えを与える承認また癒やす承認となるわけです。ではこれが一つ目のセッティングポイントで2番目です。心と思いと脳に集中するっていうことだったんですが。これラハ 朝、ぜひやってください。心,い心と考え、まあ、心と思いでもいいんですが、なな心と考えと脳を集中させる、毎朝。どうするかという部分です。霊えー、これは私の魂とミザと霊的世界の集中です。 霊私の魂とミザと霊的世界の集中。で、この集中っていうのは実際がどうかっていうことです。実際が重要。集中を実際的にどうするか。ねががかんんじゃ 例えばダビデはこの集中を実際的に賛美と詩を書くこととみことばで集中したっていうことです。パウルもそうでした。賛美、詩、書きながら集中していたっていうことです。 くくでこれがキーポイントだと思いますが音楽をされる方は音楽で集中をするまた学業に励んでいる方は学業を通して集中祈りながらで,はで私は呼吸呼吸を通して集中していますあ 皆さんの体の中でも一番重要な部分がこの呼吸です呼吸が切れたらもう死ぬわけですからでなので私もすべての部分において呼吸のチェックをしますそれで祈っていくっていうことです 이 시간을 가지내야지 네, 이 시간을 못쓰고 아어아朝,모어 다음에는 2, 3시를 할 때는 좀 길게 실제적인 걸 많이 해보겠는데, 에, 실제로 영적 문제 있는 어린아이가 있다. 237訓練には長くこれを実際的にやっていきたいと思うんですが例えば本当に霊的問題を抱えている子供がいるこの霊的問題があるのでこの子供は静かなそのような時間を持つことはできないんです。で静かなな時間を持つことはできないそれでいて心の状態はどうか実は静かな考えは静かであってその静けさ静寂このような状態で。 心も落ち着いた状態で癒されるんですが心もこの平安な状態ででもそのようにはできないなので静寂感謝生かす時間これとりあえず黒板をまず先に書いた後に説明いたします,こましますでこうしてどういうものが出てくるのかええ で、この自分の魂を生かせる重要な部分。で、次に何が出てくるんでしょうかミザの力。ミザの力が。この静けさと感謝、生かす時間、霊的状態、ミザと書きました。この静けさっていう部分は考えの部分。

でこれが魂で再創造ミザこれが私たちの霊的な状態になっていくんですがじゃあこれを置いて説明します例えばこの子供霊的問題になる子供に対してあなた心が静かでなければなりませんよというふうに静かであってこそ目を閉じるだけでも癒されるということなんですがこの状態の霊的状態の子供はこれがわからないわけです。 例えばじゃあ私だったらその子供を自然の中に連れていくと思います自然の中に連れていくとどんなにおかしい人もああやっぱり素晴らしい自然だっていうふうにあとこの川の流れを音を聞いてみなさいとかその音を聞くためには静かにしないと川の流れの音は聞こえないこの水は。 見なさい流れ込んでいくじゃあどこに流れ込むんだろう水の流れがなければ流れるところがなければ水は切れてしまう死んでしまう水は流れて流れて川に流れるそうするとそれが人の生活にも役立つ水になれるそしてこの川はゆっくり流れているように見えるが後に海に至る 海っていう流れっていうのは海流もあるしいろいろな地流によっても流れていくっていうことのリリこの子供っていうのは小さな谷間のその水の流れから海の流れまで見ましたそうすると静かになるしかありませんじゃあこの花を見なさいこのお花の もう花,が花の色が素晴らしいのではないか。この花びらからこの部分を見てみなさい。どれほど素晴らしい花なのか。花一本を見ても誰が作ったんだろう。これは誰かが来て、この山の中で森の中で一人でこうやって育てられている。なぜなら命があるから育つんだ。全部神様によって作られた。あなたの中にも命がある。 この自然の中に偉大なる力を神様が想像されたかのようにあなたにもそれが与えられただから感謝そしてこの水の流れは海にまで至ってゆくあなたは目を閉じてみなさい本当に平安じゃない霊的問題のある子供ですからそこの鍵は何か ゆっくりゆっくり呼吸をしなさいゆっくり息を吸ってゆっくり息を吐いてこれ3回ぐらいやるそうするとすごくリラックスできます楽にじゃあその後どうなるか聞いてみてください子どもはあすごく平安になりましたっていうふうに言うはずです でこうやって山の中に例えばこう森の中にいたとしたら10カ所くらいはそういうふうにできると思います。で、呼吸を30回くらいはできると思います。山やそういう花、いろいろと見ながら。で、問題は今、ここ先ほど言いました脳、脳脳の部分が病んでるわけなんです。 中高校生はすごく理解できると思います。お話をすると大人とも会話が成り立つと思います。本当にあなたの問題は何だと思うっていうように会話をしてみてください。実はまあ相談したりカウンセリングっていうのもまあ聞いてあげるっていう。 相手の言うことに対して聞き上手になってそうやってよく聞いてあげてそして原理的な話を,話をするからそ,そういう相談はカウンンセリングがいくらやっても治りません本当に真実に会話をしながら「あ,あ私は問題じゃなかったのに問題だと思っていたんだな」っていうふうに相手が思ってこそ静かな心になりそして癒されていて感謝が出てきます。 じゃあ、レムナントの皆さん、このようなセッティングを通して、朝起きて黙草をまとめにするだけでも癒されます。もちろん皆さん、すぐにはできないとしても、この流れを見てください。このようなことが起きていきます。マクロの力が。皆様の思いや心や言葉の使い方全部は、みざとつながる。 目を閉じて祈るだけでも、身座とつながるこのワンネスの働きが起きる。身座と身分と権威がワンネスをなし遂げる。これを味わって、これを使っていく、それが祈りであるということです。じゃあ、偉大になることは出てくるのではありませんかじゃあ、これから1年間ずっとこのお話をしていこうと思っています。 そ,そして集中訓練をするときには集中的にやっていきたいと思います。なぜなら集中の方法というのはおのおの違うわけですから、そういう部分についての説明を加えたいと思うので結局は皆様が平安な形で 御言葉集中ってことになるのです答えが出てくるまで平安に御言葉で集中するミ座の力を感じれるほどの集中力ですそれでいて次は祈り集中 御言葉祈りに集中しながらも呼吸、この呼吸をすることはすごく重要です。そしてまた結局は何か、すべての物事に対しても集中してください。その物事に対しても皆さん、まあ、直訳すると私物です、私物。 皆様の私物この皆さんの私物に対してものですねもの、ね、あるものに対しても集中してものの扱い方にもやっぱりそ,、えー、そういう心を持てるってことですでそして4番目に問題集中そして5番目は事件集中私はこの5個プラスもう1個やっているんですがそれが。 伝道集中です。さて、御言葉、祈り、私物、問題、事件、伝道集中です。じゃあ、どれでも結構ですので、皆様が一つを選択して朝やってください。神様が皆さん、本当に秩,秩序よくこの集中ができるように導いてくださるはずです。 例えばヨセフは母親が亡くなったので母を思い出すために祈りに集中しました。モーセはずっとこれを持てられなかったんですが、80でミディアンで,アンでこれを持ちました。 サムエルは最初から幼い時から、もう神殿の契約の箱の横に置いたわけですから。ダビデは羊飼いの時に集中時間を持ったわけです。この力が偉大なる力です。なので、皆さん、ぜひ持ってください。 なのでこれから実際的にどうするかっていうことです。病気を抱えている人は実は体自体も問題が来ています。なので子どもたちが例えば成績を上げようっていうふうに思ってらっしゃるならば実はこの部分がやるべきです。ゆっくりと呼吸。でゆっくりと呼吸を吸って。 頭の部分から重要な部分をこうやって押す普段ですねシャンプーとかするとき頭はこうやってまあ視圧するかもしれませんが大体視圧はしていないので呼吸しながら視圧をしてみたりで呼吸をなぜするかと言いますと目は閉じる瞬間雑念が入ってくるんですいろんなことを考えてしまうなので 吸って吐く時集中する吐く時に集中するのですでこれを3回ぐらい吸って吐いていってゆっくりとそれ3回ぐらいで呼吸を吸,い吸,い吸ってこの首も滑らかに動かしたりこういうふうに体の病気を抱えている人たちも体をえ皆さん時間がある時私が237で実際的にやっていきたいというふうに思っています これは大体私が朝毎朝やってることなので非常に私は朝早く余裕を持っておきます朝やることはたくさんあるので全て味わうべき部分なんですがじゃあレムナントの皆さん毎朝5分だけでも見働きが起きますから皆さんはまだわからないかもしれませんレムナントの幼い時期ですからでも 年寄りの方々は本当に耳にタコができるくらいお話ししてもやりません。でも幼稚園生は何秒やるだけでもすぐこれをできるようになります。で何秒でやったことが幼稚園の子たちはすぐに刻印されてしまいます。 でもなトの皆さん中高校生の皆さんはこの御言葉を聞きながらこうだっていいの思うだけでも刻印されますでも実際的に本当にこれをセットしてやるとしたらそれこそ見事なことが起きると思いますその状態で勉強してみてくださいどんなに我慢してもこれは絶対言わないとしても話すしかないほどのお若し事が出てくるはずです人々はすごくこれはとってもいいことあったりすると話したくなりますそれを承認というわけです 私はとっても幸せですごく嬉しいのにこれを話すしかないようになっていきます。承認そうなります例えば指輪もすごい高価なものを超えてはめているとなんだか人に見せたくなるような感じになったりします。 この時計はアメリカにいらっしゃる方がこのプレゼントしてくださったものなんですがこれはあんまり市販されていません韓国でこれを買うとしたら1年ぐらい待たないといけないということでしたそして1年待ってもじゃあ買おうかと思っていたら待機している人が1,800人もいたということでしただから私はわざとですね誇らしくこうやって見せつけるかのようにうと時計について分かる人は見てあっっていうそれはっていうことになるわけです 霊的な祝福を持っていると本当に病んでる人苦しんでる人を見ると話してあげたくなります皆さんがたとえ子供だとしても青少年だとしても家の中ではサミットになれるわけですそれがレムナントでした教会の中でも幼いとしてもサミットにはなれるわけです7人のレムナントは皆そうでした時代霊的精神を癒したということです てさて皆様にこの祝福が間違いなく起きると思っていますま一生忘れず朝ごとにぜひ味わってください,あいだまあぜひ絶対朝じゃないとしてもいつでもいいですからやってみてください私は24時24時やっていますお祈りします すべての問題の解決者、イエス・キリストの恵み、神様の大きな愛と聖霊のオンマジョリトが、時代を生かすすべてのレムナントの上に、今から特殊へまで、いつも共にありますように、アーメン。